ミネソタ準州ミネソタ準州は1849年3月3日から合衆国32番目の州としてミネソタ州となった1858年5月11日まで存在したアメリカ合衆国の自治的領域、すなわち準州である。アメリカ領土に関する上院委員会の議長であった民主党のスティーブン・ダグラスがミネソタ準州を承認する。 法案を起草した。ダグラスは、ミシシッピ渓谷上流の将来を思い描いており、この地域が隣接する領土によって切り分けられないように、意欲を燃やした。1846年、ダグラスは、アイオワ州がその北部境界内にスネリングトリレア、セントアンソニーの滝を取り込まないようにした。1847年、ウィスコンシン州を設立する、者たちが、セントポールや、 セントアンソニーの滝を含めないようにした。1849年3月3日、ミネソタ順州は、アイオワ順州やウィスコンシン順州の残りの土地から、設立された。初期の領域は、アイオワ順州から切り出され、現在のミネソタ州の領域とミズーリ川東の後に、ダコタ順州となった領域の大半を含んでいた。また、 ウィスコンシン州にならなかったウィスコンシン順州の一部で、アローヘッド地域を含むミシシッピ川とウィスコンシンの間の領域も含んでいた。順州が作られたジセントポール、セントアンソニー及びスティルウォーターの3つの都市があった。順州の主要な施設は、この3都市の間で分けられた。セントポールは、順州とミネアポリスには、ミネソタ大学、スティルウォーターは、 ミネソタ準州刑務所の場所に選ばれた。ホイッグ党のアレクサンダー・ラムジーが、ミネソタ準州の初代知事となり、民主党のヘンリー・ヘイスティングス・シブリーが、合衆国議会に対する準州大議員となって、セント・ポールとセント・アンソニーの人口は膨れ上がった。1853年に、シブリーと交代して、準州大議員となったヘンリー・エムライスは、 ミネソタの利益を振興させるよう議会に働きかけた。セントポールとスペリオルコを結び、セントポールとイリノイセントラル鉄道をつなぐことになる、鉄道の建設について、ロビー活動を行った。タイムラインオブアーリー・スティルウォーター・フロム・ザ・スティルウォーター、パブリック・ライブラリー、リトリーブド・40ジュライ・2007、シー・ディスデイン、ミネソタ・ヒストリー・バイザー。 ミネソタヒストリカルソサエティー、A.B. リジャルト、ノーマン K。A. ポピュラーヒストリーオブミネソタ、セイント・ポール、M.N., ミネソタヒストリカルソサエティープレス、ISBN 0から873515323、c 雑誌中 Student p a ミネソタ・セクレタリー・オブ・ステート・アーカイブド2007年7月1日。アットザウェイバックマシンフォーアンオーバービューオブハウミネソタ。 エスステートバウンダリーズワーディーターミンド、ミネソタヒストリーアーカイブド2007年7月3日、アットザウェイバックマシン、アットザ、ミネソタステートユニバーシティ、マンカトウェブサイト、リトリーブド40ライン2007、ミネソタ準州100周年記念切手。ありがとうございます。